はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。で、今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズのゴールデンベストです。はい、ということでデュエルマスターズの15周年おめでとうございますのこのパックだね。おー、あのうちはね、デュエマを今年から始めたので、ちょうど今年の1月ぐらいだったから、2016年と2017年の、カードしかわからないんだけどあの2002年からスタートしてるみたいなので、ということで今回ですね、こちらをですね、開封対決していきたいんだけど、うん、スーパーレア以上のカードが大変多い、うん、なので、年号に特化して対決しようかなと思いますね。なんでうちは2016年と17年のカードを持ってるので、うん、エイシンクはこれで、うん、この年号のパックを引いたら1ポイントということにしましょう。で、僕は2010年と2012年にします。お、なんでかというと、2010年がこのまえチャンネルのチャンネルを開設した年。ああ、うん、で、2012年は本格的に YouTube の投稿を始めた年ということで、それにしましょうか、うん。はい、じゃあ早速開けていこうか。はい、ということでこんな風になってますね、うん。じゃあこれで、12パックありますので、うん、じゃあこれを12パックをシャッフルして、1パックにカードを5枚プラスお楽しみが2枚入る。楽しみ、ね。じゃあ開けていきましょう。はい、はい、では早速いきましょう。私の1パック目ということで、悪魔神ドルバロムだって。デーモンコマンド、2005年のカードだね、これは。あ、デュアルショックドラゴン、おー、アーマードドラゴンだって、うん、スーパーレアだよね、これも。カラフルナスオ、ワイルドベジーズ、ペトリアルフレーム、停滞の影、タイムトリッパー。あ、落書き上カードだ。そうだね、うん、あ、これいいね、うん。コロコロ買って2枚ぐらいしか持ってなかったからね、うん。そして最後が、あ、2005年のカードですよっていう紹介なんだね、うん。僕の1パック目、グライアルカイザー。すっげえかっちょいんだけど、うん、2011年、ビクトリーだ、うん。これ裏見せて。あ、やった、ほら。あ、なるほどね、サイキッククリーチャーだから。なるほどね、サイバー N ワールド。そうだね、スーパーレアですね。スーパーネームシャーロック、かっこいいな、みんな。勝利のアパッチウララ、霞妖精ジャスミン、お、神秘の宝箱。あ、これあれじゃん、マスター仕様のカードだ。すげえかっこいい、これめっちゃかっこいい、これレアなんだけどね、うん、レアなんだけどマスター仕様っていう、すごくないこれ、うん、こんななんだ。そして2011年の紹介だね。2パック目、あら、出ちゃった、えちゃん、ジョーカーズだ、うん、ゴールデンザジョニーだマスター。うわ、これやばくないこれえ、赤のジョニー、火でないよこれ、うん、いや、かっこいい、うん。2017年のカードを パパが出してしまいました。ちゃんとマスターだねえ。そして、おお、超特急弾丸王、あー、すごい、かっこいい、新しいデザインになってるね。そうだね、トイザマス、お、新クリーチャーだ。そうだね、スーパーレア、すごい。これ裏のカードのこの後ろがすごくよくできてる、うん。そしてパーリナイ、あ、これジョーが描いた絵じゃない。そうだね、ファイナルドア、あ、これもジョーが書いてある。そうだね、あ、そして白いカードだね、うん。で、2017年の紹介です。はい、僕の2パック目、あ、2012年のやつ出されちゃった、うん。グレートミラクル、キラマル、ビクトリー、しまったな、これ出されてしまった。出し合いだね、理想の極み、シャングリラエデン、だね、これもスーパーレア、うん。なんかマークが3つもあるんだ、すごいね、進化クリーチャーだ、これ、うん。コードキング、モーツァルト、うん、これもスーパーレア、うん、すごい、ゴージャス、ホイル祭りだね、ね、すごいね。戦慄のプレリュード、うん、これはAちゃん使えると思うよ。このターン次に召喚する自分の無色クリーチャーの召喚コストを最大5少なくしてもいいだからジョニーに使える、そう、使える、これ絶対使える。やったらもんと一緒に使えるから、うん。ピクシーライフ、あ、これも自分だね、うん。あ、そしてまた無色カード。そして2012年の紹介です、はい。3パック目、はい、超覚醒ラストストームダブルクロスですね、うん。コスト40だよこれ、ワールドブレイカー、あ、パワー35000っていうとんでもないカードだねこれ、うん。で、そしてね、2010年のカードということで、これはパパに1ポイント入りますね。それにしてもこのカードめちゃくちゃかっこいいんだけど、これサイキッククリーチャーだから裏に書いたんじゃないかな、
書いてあった。あ、超時空ストーム源氏ダブルクロスになるんだ、うん、続いて逆襲の支配者ニューディアボロスだって、うん、これはやばいな。このクリーチャー、うん、5色あるよ。あでもマナがゼロ。爆竜源氏ダブルクロスだね、うん、これはベリーレア、うん、超次元ストームホールだって、うん、アラゴト結び。あまた無色か、うん、そして2010年の紹介です。はい、僕の3パック目、ボルメテウス武者ドラゴン。すごいね、アーマードドラゴンだって、うん、スーパーレアですね、うん、世紀末全額。うん、すごい、クリエイターだって、うん、青龍パーフェクトアース、これも5色だね、うん、ダイヤモンドソード、アクアスーパーエメラル、うん、ここらで2007年の紹介です。はい、4パック目、ボルシャックネックスだって、アーマードドラゴン、スーパーレアだね。2009年のカードだね。はい、ダイナル神帝サハスラーラ、クリエイターとオリジンって書いてある。そこのスーパーレア、うん、超転生バルガライゾー、うん、ベリーレアですね、うん、王将ルーキーバルキリールピア、爆心イントゥザワイルド、呪文だね、うん、あそして無色と2009年のカードの紹介です、うん、僕の4パック目、超新星アポロヌスドラギリオン。そうだね、うん、フェニックスティラノドレイク、すげえ、スーパーレアですね、うん、すごい、うん、無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース、フェニックスって書いてあるね、うん、スーパーレア、魔竜バベル・ギネス、うん、ベリレアですね、うん、スローリー・チェーン、百発人形マグナム、おー、2006年の紹介です。5パック目、伝説の禁断ドキンダム X これね、コスト99のパワー99,999だね。裏、これ裏が禁断封印されし X って書いてあるね。この辺よくわかんねえんだよな。こことここと、ああ置くんだよね、上にカードをね、うん、そうだそうだ、それで封印を解いていくってやつか。封印を解いていく、うん、トドロク侵略レッドゾーンレジェンドだね、これね。おすごい、あ2015年、奇跡の革命ミラダンテフォルテだって。あエンジェルコマンドドラゴン、うん、これはちょっと欲しかったかも。メガブレードドラゴン革命の鉄拳、そして2015年の紹介カードです。はい、僕の5パック目、暗黒王デスフェニックス、こわスーパーレアですね、うん、黒神竜ブライゼナーガ、うん、これもすごいね、ドラゴンゾンビだねスーパーレア、うん、エターナルボルバルエッジ、クンプー妖精コートニー、ブライセイジャスカイソード、そして2004年の紹介カードです。はい、では6パック目、スーパーチャンプ四電ギャラクシー、スーパーレアだね、うん、コスト5しかないのにパワー15,000という進化クリーチャー、うん、暗黒ジャガン王ロマノフシーザー、これもコスト6でパワー13,000、うん、無敵城シルバグローリー、甲賀人ライデン、マダンバレットバイス、あもう1枚マスターショー来たね、うん、甲賀人ハヤブサマル、ガーディアン忍びだって、うん、コスト3でパワー3,000、これまたこれ超かっこいい、これ超絶かっこいいんだけど、これシートがいてコモンだねそして2008年の紹介カードです。最後の6パック目、ボルシャックドラゴン、おお2002年の一番最初のカードか、これ勝負の切り札だ。そうだね、うん、かっこいいじゃん、コスト6でパワー6,000か、うん、次はアクアメルカトール、サイバーロード、精霊王アルカディアス、ベリリアだね、クリスタルメモリー、ブロンズアームドライブ、あそして2002年の紹介カードです、はい、ということで今回の勝負なんですけれども、うん、2010年のパッケージを開いたパパ1ポイント、あ、うん、でエジ君の2017年のパッケージをパパ引いちゃった、うんうん、で僕がパパの2012年のパッケージを僕が引いちゃった、そうだね、うん、ということで、まあ、結局パパ1ポイントで勝ちということですね罰ゲームはこの5種類ありますね、うん、顔に落書き、メガナーフでお尻を打つ、サルミヤッキ、まずいグミ、一発ギャグの今ここです。じゃあまたルーレットでやりましょうかはい、ではいつものルーレットアプリ起動しましたんで、シングルスタートボタンを押してください。はい、
自動的に止まるからね、うん、一発ギャグ一発ギャグ。お、何？顔に落書き。顔に落書きか。何秒するかもルーレットで決めちゃおうか。うん、エジ君お願いします。はい、なんだろう、5秒を4秒、黒のペンで書かせてもらいますよ。黒のクレヨンね、うん、はい、いきます。はい、4秒スタート。はい、はい、あ、もう終わり、うん、早かったな。普通にこうひげを描こうと思ったんだけど、じゃあこの頭の黒い、それはこう眉毛をつなごうとしたんだけど、もう時間切れだったんだよ。はい、ということで今回はデュエルマスターズのゴールデンベストを12パック全部開けてみましたね。はい、一応勝負ではパパが勝ちましたかな。うん、ああでもなかなかすごいカードが揃っててびっくりしたね。こういうやつもあったよね。そうだね、うん、これがいっぱいあるから、なんかいろいろ前はね2枚しか持ってなかったけど、これだけあると試しに何か書いちゃいそうだね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。